長野県高山村にある、謙信道の看板高山村の謙信道との看板がある林道、黒部地区赤羽地区。謙信道は、戦国大名、上杉謙信が、川中島の戦いの時に軍事目的で使った道と言われ、巨城の春日山城から、飯山市を通り木島平村、山内町、高山村、須坂市を通り松城町に至る道である。 当時は高山村内で群馬県草津町及び妻子村方面に通じる道と交差しており、県心が関東管連の時には関東への通り道としても利用された。県心道のルートは、春日山城から富倉峠へ、貴島平村から須賀川を通り寒沢を抜け小池峠に至る。高山村では別ルートとして、真山峠経由の道も伝承されている。 高山村のルートは、宮村から松川を渡り巻きに至る。福井県から久沢川を渡って、黒部、城山、赤羽、久保、水中、灰の峠を抜け、須坂市の豊田から長野市若保地区を通って、松城に至る。また、全港寺平から上州へ抜ける二つの道が、高山村で交差しており、福井県から、毛那峠を抜け、妻越村に至る、毛那道と、 山田峠を越える草津道があった。毛なし道の資料での所見は、新東州で、これらの道が中世から存在していたことがわかる。高山村村内には各地に伝承が残り中世以降も村民に利用されていたと思われ、現在も一部が農道や林道として利用されている。上杉謙信は第四次川中島の戦いで、武田信玄を打ち損じ、わずかな兵で、 検診道を逃げ延びた様子が公越新鮮読に掲載されている。ありがとうございます。